ジャック・ギルフォードはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1907年、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。両親はルーマニア系のユダヤ人だった。アマチュア劇団で働いている頃、ジャッキー・グリーソンらと出会い、次第にモノマネなどの芸を披露して、コメディアンとしての才能を発揮。ニューヨークのダウンタウンにあるナイトクラブなどで働いて、芸を磨いた。 1944年にヘイ・ hey! ルーキーで映画デビュー。1950年代に入るとテレビシリーズやコメディ番組などへ出演してコメディアンとしての地位を確立した。1960年代にはブロードウェイの舞台における才能も発揮され、キャバレーなどの演目で1963年と1966年、それぞれにトニー賞へノミネートされた。 1973年にジャック・レモン主演のドラマ、映画、セーブ・ザ・タイガーへ出演した際には、その演技力が評価されアカデミー女演団優勝にノミネートされている。同作でレモンはアカデミー主演団優勝を受賞し、作品ともども高い評価を得た。その後も精力的に役者活動を続け、1985年のロン・ハワード監督の 国運の出演などでも知られている。2度の結婚歴があり、2度目の結婚は1949年に女優として活動していたマデリーン・ディートで、2人の間には3人の子供が生まれている。胃がんのため、ニューヨーク市のグリニッチ・ビレッジの自宅で死去。82歳だった。ありがとうございます。